癒されのとことん聞こか。はい、スナックめぐみ第4回目ということで、来ちゃいました。来ちゃいました。来ちゃいました。もう本当飲み友を呼ぶっていう、ね、完全にねお前また来たんかよみたいなね、うん、まあなんならもう飲んできたっていう、ね、今日もちょっとね、うん、もうすっ飛ばしてきましたねみたいな。1時間でね7時から飲んでる感じなんですけどあのここでもちょっと飲ませていただきます。こちらです。ちょっとはい、ありがとうございます。一乗寺ブルワリー様、本当美味しいビールなのでですね、あもうアインさせていただいておりますが、つきものなのよ。スナックめぐみにはつきものなのよ。一乗寺ブルワリー様ということことで、まずはい、乾杯。はいはい、乾杯ということでですね、乾杯。このバランスっすよね、うん、このゴールデンエールのこのバランスは最高だな、うん、ね、ピンポンですよ本当にね、うんうんうん、いや美味しいということで、まずねちょっとお話をする前にですね、あのコロナ対策について、そうそう、大事な大事な説明も、ね、僕ちょっとすっ飛ばすこと多いんでちゃんと説明しておきます。これね、あの本当にここ安全です。僕らも飲みながらもうねノーマスクでやってますけど、これ、ね、今ちょっと感染者増えているので皆様ご注意いただきたいんですが、うん、ここはあの控え室もそうだし、ここもそうですし、低保存で取れるという機械で殺菌をしておりますし、あのスタッフさんが本当に超勤勉に働いてくれるので、うんうん、毎度毎度清掃しながらね、短い時間で、しかもなんかもう写真撮影した後にですよガッツってもんね、総出で殺菌をしていただいているので安全安心でお届けをしております。なので皆さん安心してご覧いただければと思いますので、よろしくお願いします。はい、ということ でちなみにこの番組あの一応カウンセラー番組の方なのであのどうだろう、テーマソングでココちゃんの傷口から生まれるっていう曲がテーマソングになっているんですが、まああの機会があったらまた話しますんでよろしくお願いします。でちなみにこちらのこのね、このミュージックイズキルドというちょっとね、あ、うん、流れてる、ありがとうございます。 あのこのね、もう結構ね、あすいません、ありがとうございます。この結構ねちょっと尖ったワードの T シャツなんですけども、こちらの方はねあの5月にアンサインドの方に出てくれたグリスラマーのみんなのね、あの新しいバンティーです、バンド T シャツになりますので。そうなんだ、そうなんですよ、やったぜっつってこの前ね渋谷ギルティで僕も買ったばっかりなんですけど、あの結構ね活かしてるでしょこれね、こうそれを今日着てきた、ね、そうなんです。メッセージ性が強くてね、もう日本の音楽は死んだみたいな感じで、でもまあ逆に言うとその次にこっから俺らが作ってくぜみたいなね、うん、新しく作ってくぜみたいなメッセージも多分込められてると勝手に思ってるので、うんうん、再生、死と再生みたいな、破壊と再生みたいな、ね、みたいな、そう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 、うん、まあ本当ねこれからの時代にぴったりですよね。いや本当そうだよね、うん、これからみんなぐるぐる動きますんでね、本当に本当に僕も周りめちゃくちゃ動いてますからね動いてる、僕はちょっと一足お先に動いちゃったんで今すごい平穏なんですけどあの周りめちゃくちゃ動いてますね。でもそうだよね、僕に関して逆にあれかな、仕事の面で結構変わりましたね、うん、あの今まで単純に分析をして、うん、その何数値を反則に使ったり商品開発に使ったりとかではもうなくて、あそうなの、もう新しいサービスと複合的に人の好みを数値化して、で食べ物の好みも数値化してそれを合わせるって美味しさマッチングシステムって新しいし、あそのシステムを構築して、それのお客さんが今すっごい増えてる感じなので、でカウンセリングも始めるんですよ僕。あそうなの、ついについに、まあもう実はもともとね、もともとやってたんですけどあのボトルボイスってこの番組でもね何回か紹介したあのカウンセラーのその何オンラインカウンセリングシステムの中にも登録もしてますし、うんうん、まあ人生相談だけでいうともう25年以上やってるんですけど、もうね人生相談はあの常にされてるからねすごいね、あのなんだろうなこれ、あの本当に毎日何がしか来るんですよ、うん、毎日、うん、毎日何がしか来るんですよね。でこれねやっぱね、なんだろう、女性がやっぱ結構多いのが、昨日みたいにちょっと気圧下がったりとかすると、うん、すんごい来る、あ自律神経が乱れちゃうっていうところもあるよね、うんうん、きっとね、そうだね、不安定になりやすいからね、そう気候とね割と相関取れちゃう感じなんだけど、そうそう、もうね、うん、夏とかにその、うん、雨が多くて太陽が出てない時、うん、やっ
やっぱね、その自律神経が乱れちゃうことで体調を崩したり、うん、だからやっぱそうなんだ。そうそう、やっぱなんかちょっと落ち込んじゃう人がねすごく増えたり、あとね帯状疱疹、あ帯状疱疹聞く、結構ねできちゃう人が増えちゃったりとか。あれ女の子ばっかだよね、なんでなんだろう。いや男の人もね、え出るの、いると思う。あそうなんだ、そうそう、言ってないだけ、ね、あれもう分かんないけど、私の周りにはね意外といたりとかする。へ、うん、いや結構だからね左右されちゃうんだよねやっぱ、うん、まあね、どうなんですかね、女性の方がやっぱりね世界とつながってるから気候の影響受けやすいんですかね、うん、なんかね、まあ、気候の影響も受けやすいし、まあ、女性も特にその、うん、ね女性ホルモン、うん、ホルモンバランスにやっぱどうしても左右されちゃうところが、ね、うん、どうしても大きいかなっていうのはあるよね。そうだよね、もうだって男性ホルモンなんて俺みたいにこうやってどんどん薄くなってくるだけだもん。でもこれ男性のさ、うん、更年期障害とかもさ、うんうん、あるって言うじゃん。いやそれ全然わかんねえんだけど、なんか、ね、でもねやっぱだ、うん、男性も多少なりと、うん、なんかそうなんだ、ね、あるみたいだよ、そういうの影響する人とか。今年さ、うん、47なんだけどさ、おめでとう、ありがとうございます。いやもうね何も変わんないんだ、ほんと精神年齢も変わんないしさ、食欲も性欲も全く変わらないんだよね。いいことじゃん。何なんだろうね、ほんとにちょっとね、自分大丈夫かなって思うよね。大丈夫だよ、だってさ、うん、これからさ人生100年時代、うん、もう100年全然超えるって言われてる時代で、俺多分ね120ぐらいまでいけると思うな。そう、それでさ、うん、もう何40代50代でもう年なんて言ってたら、その後の50年とかどうするよって話じゃん。結構同年代でもう年だって言ってる人って本当に老けるよ、本当に老けんのよ、本当ね、本当に老けんの。もうね言葉はね、うん、自分の潜在意識にそのまんま入ってっちゃうから、うん、もうね言葉侮るべからずよ、自分の発する言葉。めぐみママ言ってますよ、こういう風に。本当に大事大事。いや本当だよね、本当だよ、自分で言い聞かせちゃってるわけだ、ね、そう、あれ大事だよね、大事だよ。そう、俺も結構こうそのまあ、30代後半に見られることがすごい多くて、うんうん、初対面の人に。でやっぱり30代後半から、うん、もう毎日鏡に向かって俺は年を取らないって自己暗示をかけてる、うんうん、毎朝毎晩。いや大事大事大事でしょ。でそうするとね本当に年取らないんだよね。ちょっと私もあれだよ、まあ、女性だったら絶対1日に1回は必ず鏡見るでしょ、うん、だから鏡見て笑って可愛いねって、うん、ああそれ大事よね。大事大事大事、本当大事、うん、だって俺も俺かっこいいって言うもん、うん、いや大事大事でしょ、大事大事。そう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 、いやそのあのなんか外で俺かっこいいはかっこ悪いんだけど、なんかやっぱ自分のことを自分でかっこいいと思うのはありだと思う。そうだよ、そうかっこいいアピールは別にする必要もないし、うん、なまあ、この年なんであの恥ずかしいんですよ。あの自分がかっこいい、だってもう今更さ、うん、なんかなんていうの、なんていうの、このさ、まあ、50年近く生きてきてさ、なんかまだ他人にプッシュされないと自分をかっこいいと思えないとかって精神力ってちょっとねってなるじゃん。そうだろ、そうだって自分自信持ってないとさ、うん、もうだってその正直まあこれいろんな価値観があるから、うんうん、あくまで俺がなんだけど、うん、もう50年近く生きてたらなんか自分のためにだけ生きるってもうねえよなって話で、まあ、誰かの、うんために行きたくなるわけですよ。そうそうそう、そしたらさ、なんか自分の自己肯定感低くて他人からなんかいろいろ奪ってる、まあおさもいっぱいいるんだけど日本ってそんなことしてる場合じゃねえんじゃねえのって思ったりしますね。結局さ、ね、自分が満たされてないと他人は満たせないよね。うん、うん、その通り、うん、だからね、そのよくね、そのこのカウンセリングとか人生相談やってるとさ、なんかすごい辛い状態にいるのに、うん、誰かの役に立ちたいからって言ってあのカウンセラーになりたいとか相談者になりたいっていう人いるんだけど、うん、まず自分を何とかしてくださいっていう説得をするね、うん、だってここ整えないとね、うん、そう、あの自分が整ってないと結局相談者も一瞬地獄に引きずり込んじゃうから。そうだよね、そうなの、そうなの。だそれはねちょっと違うんだなって、うん、まず本当そう、自分が幸せじゃないと他人なんて幸せにできないじゃない。ね、本当そうだよね、うんうん、そうなの。もうねちょっといろいろスナックめぐみ僕ら走っちゃってますけど、走っちゃってるけど、ね、ちょっと大事な大事なやつ言っとく。今日のテーマは全然違うんですよ。あ、まあ、全然違うんだけど、そうだね、うん、根本一緒か。はい、じゃあめぐみママ今日のテーマは何でしょう。今日のテーマ、はい、皆さんお気づきですか。明日は何の日か。お、7月7日ということは七夕です。同士が出会っちゃう日ですよ。うん、そうですね、そうですね。そうなので七夕、うん、直前っていうことでやっぱね、うん、笹に
願い事は書くわけではないけれど、ちょっと夢についてね、今日はあれこれ、うん、ちょっとね語っちゃうかな、そう見ようと思っているんですが、これ気がついたらちょっと10分になっちゃったので、そう僕の YouTube の紹介忘れたので、あちょっとですね、僕実は YouTuber なんですよ。あのちょっとね、あのまだまだフォロワーさん少ないんですけど、ちょっと出せます、画面、ありがとうございます、うんうん、はい、ありがとうございます。この、ね、心食音楽のネタほぼ59秒以内チャンネルに語るチャンネルということで、まあ、YouTube ショートっていうのが新しくできたのでごめんなさい ねこれ YouTube にしてたんだね、ごめん、そうなの、気づいてなかった。あもう全然全然いやなんかね、最近っていうか僕がこれをやったのも2年ぐらい前なんだけど、うん、なんかね YouTube ショートができてから全部ショート扱いになっちゃって、なんか変な S マークがついてるんですけど、ちょっとだけスクロールしていただくと、うん、これ実はですね、この順番ってその閲覧数順に並び替えてあったんですよ。で一番人気がこの2453回再生された依存と愛の違い、うん、やっぱね依存なのか愛なのかっていうのはみんな気になるところみたいね。紙一重なとこ、紙一重なとこ、もうだってもう知ってるもんね、もうスナックめぐみで散々語っていただきましたけどもそこ知ってるもんね、うん、もう体験者ですから。でその次がね、やっぱ毒親ですね。毒親が2329回ということで、やっぱりこの辺の関心、やっぱ家族と愛っていうのはみんな関心が強い。もう絶対話せないもんだもんね。そうだね。そうだからやっぱね、昨日もね、やっぱ相談来てたけど、その家族って本当は好きにならなきゃいけないんだろうけど、私大嫌いみたいな相談来てて、いやそんな無理に好きにならなくていいよっつって、殺人の半分家族だからなっつって。もうね、嫌いなら嫌いでいいよっていう話をしたんだけども、やっぱね家族だからといって好きになる必要は全くないし、むしろ離れなきゃいけない家族ってのもいるんですよ。血がつながっててもね、やっぱり離れることがベストな時ってあるよね、うん、あるね、そう、その通りなの。でその次がね、僕が作ったそのカウンセリングと音楽を結びつけた無料のコンテンツで、心ムジークっていうのがあるんですけど、なぜかこれの CM をしたら1647回再生されたっていう謎のね、これなんで再生されたのかもうしかも分かんないのが、よかったんじゃないよ、これね動画作って1年後ぐらいにいきなり上がったのよ、1000回以上に。その間は別に何かもう普通に16回ぐらいの再生で止まってたんだけど、急にその本当にヒットしちゃった、急にヒットした、なんだろうね、全然分かんない。うん、でありがとうございますもんねそうこれ10問の質問に答えると、僕がそのね人生相談の経験とその NLP の知識で、要はその人の視覚タイプとか聴覚タイプとか感覚タイプと自己肯定感の肯定で、でその自己肯定感が低いタイプのファン層がいるバンドと自己肯定感が高いタイプのバンドに振り分けてるんですよ、20のバンドに振り分けていて、でなのでその10問の設問のバランスによってそのバンドのファン層と同じ人だから多分好きだろうということで、あの自分の好きであろう音楽に導くみたいな、これあのツイッターのコメント見てると 75% ぐらいは合ってたっていうコメントが来てるので、心ムジークで検索していただくとあの無料コンテンツで出てきますので、ぜひぜひやっていただきたいと。見てね、はい、ということで、ね、もうまあまあね、もう可愛く宣伝してくれました、さすがだ。はい、ということでね、じゃあまずね、あの夢のテーマに本格的に語る前にちょっと1曲目の紹介になっちゃいましたので、うん、とりあえずまずは1曲目いきましょう。はい、ということでイオラ社員で、あ、ちょっとお待ちください、ちょっと待とう、ね、まあね、ちょっとこのですね番組はですね、あの割となんだろうな、癒されのとことん聞こうかとアンサインド、もう最近は隔週じゃなくてもうぐちゃぐちゃに、あ、そうなの？なってんのよ、あのね、っていうのはね、なんかやっぱりこうやってゲスト呼んだ方が俺が楽しいの、あ、俺が、そう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 、俺がね、まあ、大事なことだよ ね、やる本人が楽しいんだね、一人で語るのもいいんだけど、ありがとうございます、あのちょっとねやっぱどうしても人呼んじゃうのと、あとアンサインドミュージシャンが出たい出たいって言うから、おー出て出てって言うと、アンサインドの方が多くなっちゃうっていうことで、実はアンサインドが今46回やっちゃったんですよ、数年で。そして今日とことん聞こうか、記念すべき第40回目でございます。そうなんです、おめでとう、ありがとう。はい、ということでね、40回目記念すべきゲストはですね、スナックめぐみやっちゃっていいの、そうスナックめぐみも乗っ取りに来たみたいな、まあ、みたいなね、もうめぐみママにやっていただいておりますよ、もう、そうだったんだ、知らなかったよ、そう、そういうの忘れてた、さっきの宮で言って、あれちゃんとパン持ってきたのに、そうだね、そうだね、言っとくべきだったね、そうだよ、あ、まあ、その時次50回でいこうよ、あ、そうね、そうそう、キリーシ、はい、ということで、ここで曲紹介いってみましょう、よろしゃいんで記念マット、どうぞ。
そうなんだ、40回なんだ。新曲できたてほやほやです。これすいません、ツイッターでイオラ社員のツイッター
ターって出ますかね。カタカナでイオラ社員で打っていただくと多分彼らしかいないので出ると思うんですけれども、まあね、まあ、彼ら今あの8ヶ月連続配信シングルリリースというね、うん、もうすごい試みをしてまして、それの第2弾が、あ、第2弾なんです、ね、うん、でなので今02って書いてあったんだけどね。そう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 、いや、イオラ社員は今すごいね活発に頑張ってるんでね、もう僕が本当に応援してるバンドの一つですけどね。どうでしょうか、出るかな、出るかな、ちょっと出ると嬉しいがツイッターイオラ社員がちょっと難しい、難しいということで、もし出そうだったら後で教えていただきましょう。はい、ということでね、あのサブスクなんか僕は Spotify 派なので Spotify で聞いてますけども、ぜひサブスク等々でも聞いていただければなというふうに、まあ、ダウンロードもできますし、うん、はい、聞いていただければと思います。はい、ということでね、もう開始から20分が経過してここでついについに始まる今日のテーマ夢ということなんですけど、これ夢なんだけども、まあ、うん、特にね、その日本人、特に成人の日本人、うん、大人の日本人は割と夢のない人もとか夢を持ってない人も、あの世界各国で比べると多い。あ、そうなの、日本人実は、最低クラスです。そうなんだ。あるそのアンケートによると、うん、まあ、大体アベレージ平均で8割ぐらい、うん、男性、その男性じゃない、成人は夢を持ってるんですけど、うん、日本だけがダントツで低くて 60% ぐらい、うん、で、ある調査によれば40代の男性は8割が夢が叶っていないという結果も出てますということで、はい、ちょっと待ってくださいね、ツイッター今出るということなのでどうでしょう、ツイッターお願いします。はい、来た、これですね。撮ってるのも僕の癒やされの写真を撮ってくれたまこちゃんっていうね友達のカメラマンが撮ってるんですけど、そうなんです、センスいいんですよ彼女はね、ほんと。でここをスクロールしていただくと骨髄の方が決め的になってまして、はい、これですね、これね、さっきのやつね。そうなんですよね、ゼペットストアのゴミさんがプロデュースをされているということで、こちらあの第2弾という形で、このねあのリンクっていうんですかね、ここをクリックしていただくと、リンクのここをクリックしていただくともいろんなものが出てくるぞーと、ほらこういう感じでね、あの Apple Music、Spotify、YouTube、LINE と AWA とかね、 iTunes、Amazon、レコチョクいろいろ出てきますんで、こんなになんかいろいろあるんだね。そう、これはね、あのチューンコアに登録するとこれも全部やってくれるんで、こういうところに手配をしてくれますということなので、ぜひ皆さんもね配信ダウンロードで聞いていただければというふうに思います。ありがとうございました。はい、ということで戻りますけども、まあ、そんなわけでね、夢、これどうですかね、めぐみママとしては夢という単語で どういう印象を受けるか、まあ、印象を受けるというか、うん、私はね、うん、まあ、本当に一番初めのちっちゃい頃はケーキ屋さんになりたいみたいなあったけど、はい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 、その後ね、うん、私多分夢という夢を多分もっと持ってないというか、はい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 、なんかね、うん、諦めたよね諦めた。いや、これあれさ、スナックめぐみ多分第1回で話してると思うんだけど、まあそう ね、 ね、うん、パティシエ目指した後にキャバ嬢の方が儲かることを知り、知りお姉ちゃんの影響で、うん、でもキャバ嬢になる、まあ、うん、むしろだからキャバ嬢が夢だったんだよね、当時はね、まあ、でもその、うん、前にさ、うん、その何、その大きな、まあそういう将来何になりたいとかっていうのもあるけれど、その前にさ、うん、手前でさ日常的な、うん、あ、なんかこういうことしたいなとか、なんかもうちょっとちっちゃい感じの日常的な、なんかこういうことやりたいな、あれやりたいなみたいなこと、うんうん、なんかいろいろ思ったりしたと思うんだけど、うん、なんかね、私の場合はうちお金ないから、あ、お金ないからできないんだみたいな感じでね、はい、なんかね、はい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 、言うことは諦めたよ、これ擦り込みあるよね、うん、これあのね、まあ、くしくもですけど僕も同じこと言われたんですよ。あ、そうなんだ。うちお金ないから、うん、もうあのなんだろう、親族とかで正月 お年玉があると、うん、全部親が預かるっていう名目で取ってっちゃうっていう感じであの帰ってきたことありません、うんうん、なので
もうなんならもうこれは取られちゃうと思ってへそくりにしてたものもある一つで見たらなくなってて、うん、あそれすらバレてた、もう持ってったから出たみたいなね、うん、感じで、もうだから本当にね、うん、そうですね、もう高校ぐらいからお小遣いも特になく、僕はバイトで自分の、うん、そうだった、うん、そうだよね、そうなるよね、うん、とかなんか、うん、なんだろう、そのまあお金がないっていうのもそうだったし、うんうんうん、うちはその何かをするときにね、うん、決定権がお父さんだった、だからまずお父さんに相談するんだけど、うん、なんかね、もうどうせお父さん絶対ダメって言うなっていう、お父さんってダメって言うよね、ダメって言うの、なんかうちの親父もねめっちゃダメって言うから、もう相談しても無駄だなって空気になっちゃう、そうそう、だからもう相談もしなかったよね、あどうせできないしなみたいな、そうそう、もうなんか諦めこれ刷り込みなんですよね、本当に、なんていうかね、もう子供の時からの刷り込みって決定的に心理に影響を受けるので、うん、ダメって言われたこと、子供って素直だから守っちゃう、ね、なんかそうなっちゃうじゃん、でもさ、うん、でもさ、うん、まあ、子供の時はそうやって、まあ、いろいろなんか制限がかかった中で、うん、まあ、ちょっとできないこと、まあ、確かにあったりするじゃない、まあね、でも実際大人になりました、うん、まあ、何でも自由に、まあ子供の時に比べたら自分で結構好きなことできるようになるわけでしょ、はいはいはい、なのに、うん、諦めちゃってる人っていうかできない人多くない？いや、あのね、日本人は実はさっきも言ったけど多い割合が多い、うん、多い割合が多いって、日本なんて割合が多いんですそういう人たちの割合が多いんですよ、うん、これはね、なんだろうね、やっぱり社会がやっぱりね、あの動かないんですよね、この国って、あの維持するのがすごい得意な反面、うん、あの保守派が台頭しちゃいやすい国なので、うん、あのシステムが変わらないから若いエネルギーはみんな諦めちゃうんだよね、大体。なんかさ、うん、大人になったらすごく自由になると思ってたのに、うん、なんかよりまた違う制限をすごいいっぱいかけられてるなって思っちゃう、ね、そうだね、うん、これちなみにめぐみママ今の時点でも、うん、特に夢はない？私？うん、今は全然あるよ。お今はやりたいこといっぱい。これきっかけ何？きっかけはね、うん、まあ、でも私もともと、まあその解放されてからは、うん、やりたいこと多分常にやってるタイプだと思うの。ああ、なるほどなるほど。多分そのもう衝動的になんか多分やっちゃってることが多いから他に理解されないことが多い。あ、理解されない。うん、されない。だから多分無駄なこととか多分そういう風に思われちゃってるだろうなって、うん、周りからはじゃないかなって思う、多分そんな感じ。あ、そのめぐみちゃんの印象的にはそう、まあまあ これこういう名詞っていうか出しちゃうとあれなのかもしれないけど、うん、一番ねやっぱね、うん、お姉ちゃんが、うん、結構私がね何か新しいことを始めるときに、うん、多分本人意識しないと思うんだけど結構ね、うん、ズバッと言ってくるの。え、それは反対的な意見で？反対っていうかそんな無駄な資格取ってとか、うん、人に迷惑かけるんじゃないとかなんか、あ、でも結構そういう意味で古いタイプの日本人なの？お姉ちゃん。いやー、そんなこともないと思うんだけど、なんかね、うんうん、私多分何かやる始める時、うん、応援されたこと多分一回もないと思う。マジかよ。多分ない。家族に？まあ、俺もないけど、まあ、元々あんまり人に言うタイプではないのもあるんだけど、うんうんうん、でもその中でお姉ちゃん私の中ですごくあの気が知れてる人だから言うんだけど、うんうん、なんかねズバッとなんかサクッとね刺される、刺されるんだその信頼して話す人に刺されるの結構えぐいね。結構ね妹へこむわけですよ。それへこむじゃん。でもね多分へこんでること本人は絶対知らないだろうなって思う。あ、本人も知覚しないのか。絶対知る、もう気づいてないと思う本当に。あ、そう、いや、でもなんか周りその気を許した人からさ言われるとね結構ぐっさり刺さるわけ、ね、いや刺さるでしょ刺さるわけよ、ね、だってほら新しいことするって結構エネルギーいるじゃん。そう、でもやっぱそこであの最も信頼してるっていうか、この人からまず話そうみたいな第一人目で、まあ、相談ってまずしないんだけど、うん、だから大体その報告的なもので事後報告だね、これやってるみたいな話なんだけど打ち明けるんだよねそうそうそう、打ち明ける感じだって。なんか、うん、私が思うになんか、うん、相談して決めてもし止められました、はい、で止められて万が一そこで自分が辞めた時に、うん、絶対後でその人のことを恨んじゃう気がするんだよね。止められてるからね。止められて、もしなんか
その違う方に行って後悔した時に、うん、あの時あの人にあんなこと言われたからって言って、うん、はいはいはい、恨みたくないんだよね。なんかその人のせいにしたくないっていうのもあるから人に相談はしないみたいな、うん、自分で決めて、なんかどうなるか分かんないけど自分でとりあえずやって、うん、うまくいけばいいし、うまくいかなかったらあこれは違ったんだなみたいな確かにで終わるんだけど、うん、そう。でもなんかとりあえずね、うん、親しい人にはなんかこういうことやってるんだっていうとグサッてお、そうなんだね。まあ、うん、近いからこそ心配してくれるのかもしれないけど、うんうん、いやーなんだろうな、いや今ね、うん、その結構うちの家族親父が死んで仲良くなっちゃったから割といろいろ応援してくれるんですよ素直に、うんうんうん、でもなんか結構俺20後半ぐらいかなの時とか、まあ本当に仲悪くて、だ弟が脳卒中で倒れてたんだけど、うん、それも俺にだけ知らせが来なくて、そんな大事なのに、もうそれもさ、だからもうそれでなんか高垣にはなんか心配かけないように言ってなかったんだみたいなことを言ったのがさらにカチンときて、ふざけんなこの野郎みたいな感じで結構もう全然その連絡取ってない時期があって、だその時はやっぱりね家族にだけは絶対に何も言わないように、なんかさ心配って何なんだろうね。なんかさその人のことを思って、うん、多分さその止める、例えばなんかやりたいっていう時に止める人とかもさ、うん、その人のことを思って心配してるからあなたのことを思ってって言って多分そうだ、ね、言うわけでしょ。いやそう言うんだけど、そう言うんだけど本当にそれ自分、そうそう、その人のためなのかって、それってあなたのただの正義をその人に押し付けてるだけなんじゃないのって時もあるよね。だからね日本で結局そういう形でその自分のルールを他人に押し付ける人がたくさんいるのよ、うん、まあ、まあ極めつけがあの正義中毒の人たち、うん、あのコロナで出てきたねライブハウスにこんな時期にライブやるなんてって張り紙をして、うん、でも名前は書かないっていうね、あの責任逃れな卑怯な方法を取るって、うん、ああいうのがやっぱり多いんですよこれね。自己肯定感低い人って自分のルールを他人に押し付けるってすごい多くて、なんかコントロールしようとする、ね、そう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 、うん、でそういう風なところで言うとその忠告は自分のためじゃねってい う,、ね、ういうのすごい。だからその忠告によって結構夢を潰された人多いんじゃないかな、ね、ドリームキラーってよく言う、ドリームキラーっていうね、近しい人こそ結構何気にやっちゃってませんか、うん、そこのあなたみたいな、いや本当そうなのよ、本当にその人のこと思って言ってるみたいな、これねその僕の資格を持ってる、僕が資格を持ってる全米の NLP のカウンセラーの基本として、うん、可能性として人間でなれないものはないっていう、うんうんうん、だからその相談に来た人を全面的に信頼する、この人は自分のカウンセリングを受けることによって必ず良くなるというのを信頼して初めてそこが第一歩なのよ、うん、その可能性を身内が潰すっていうのがこの日本っていうね、多いよ ね, ね、多い、これ本当に多いよね。うん、も私もなんかだからそのやっぱ一番自分が信頼してる一番近しい人に結構それを言われる時に、まあ最近もちょっとあったんだけど、あ最近もあった、でもなんかねそれをなんかね振り返ってみた時に、うん、まあ、多分私の性格上多分心配かけちゃうのも多分もう多分今後も変わらないんだろうなって思うんだけど、でもなんかその中でやっぱりなんか心配するんじゃなくってなんか信じてもらえたら嬉しいなって思う、まあそういうふうに思ってもらってない私にももちろんね原因があるっていうか、まあ全ては自分が映してるものだから、だからそれはなんかやっぱね、でもその心配されるより信じてもらえるようになったら嬉しいよね。そうだね、いや、うん、まあね分かるんですよ、うん、俺次男だしめぐみちゃん次女だから、うん、あの俺たち真ん中って暴れるタイプなんですよ活動的でだからね、まあ、家族からすると危なっかしく見えるのは分かる、うん、確かにだってほっとかれるやん真ん中って、そうね、そう、ほっとかれるから自分で動かないとあの手に欲しいものが手に入らないの知ってるから子供の頃から、もう兄は甘やかされるし弟も末っ子だから甘やかされるから、うん、奴らは自動的に供給されるわけですよ。だから俺はほっとかれるからもうなんなら名前とかも兄貴とか弟に間違われて呼ばれるからね、からあー間違えたみたいな、いや俺は高明だけどみたいな、でもう本当にもうどうしようもなくほっとかれるポジションだから自分から取りに行かないといけないじゃん、うん、だから結局そういうアクティブな行動が割と破天荒に移るというか保守派からすると、うん、
危なっかしく見えるんだろうね、多分ね。うちの中ではもう私がもう、うん、多分ダントツにそういう人だろうから、まあそうだね、まあ、多分何しても多分今後何してもきっと心配はかけちゃうんだろうなっていうのは自分では分かってるんだけどね。なるほどね。いやこれね、その夢の功罪みたいな話をちょっとこれからしていきたいと思うんですけど、実はもうちょっとね5分オーバーしちゃったんですけど、あの曲紹介第 2番目いきます。あの深谷恵里ちゃんで画面越しの世界どうぞ。あっという間だね。これちょっとな、世界バンドバージョンでお届けをしました。すごいこれ、ね、素敵な絵だったよ。でしょ、あのね、もうこの今回夢のテーマってことで、うん、エリちゃんに頼んでわざわざね、これあの流していいかっていうことで、そうなのやってあの OK を取ったわけなんですけども、うん、彼女もねやっぱりあのイカアンサインドで去年出てもらいましたけれども、うん、今年もね実は、月末27日にゲストで、あ、これから今月27日に登場する予定なんですけれどもね、あのやっぱり彼女もね
あのママとしてちゃんとやりながらも歌という夢をずっと追ってるということで、もうね、なんだろう、ポコチャかな、結局そのライブ配信でファンをすごく多くつけて、で、あのやりたいこと、今の画面越しの世界も入ったあの呼吸ってアルバムをあのクラファンとそのポコチャの人たちの収益で出して出たんだっけ。で、あのね、もうなんだろう、タワレコの渋谷の中でそのまあ一人ワンマンじゃないんだけど、うんうん、そのライブができるぐらいになって、うん、もうね、今来週北海道でライブやるそうなんですよ。素敵、すごーい。すごいっすか。だからこういうね、やっぱね、あの夢を叶えるためにっていうのは、うん、お、ありがとうございます。こちらですね、ツイッターですね、出ております。あのエリちゃん、ちょっとね、あのポコちゃんやってる関係でアカウントがいくつかあるんですけども、この深谷エリ、ね、SSW のこのアカウントはシンガーソングライターとしてねやってるっていう、その SSW なんですけど、ここでまあコツイを見ていただくと、まあね、深谷エリ初のアルバム、これがまあ出せましたと。で、MV に関しては、その、ピカタの方の呼吸が載ってるんだけど、やっぱバンドバージョンがアルバムの方には載ってるので、まあね、実はその、8月に誕生日ワンマンがあるということで、うん、もう僕も行くんですけど、あの、本当にね、彼女はまだまだ、そうでね、30、今半ばぐらいなのかしら、わかんないけど、ちょっと年齢は聞いてないのであれなんですけど、もうその、やっぱり30代になっても、夢をずっと追いかけてると。年齢は関係ないよね。そうだね、そうだね。うん、あの本当に、まあ今医学的に、まあ一説ですけど、あの一説には日本人って、まあ、文明が進みすぎて健康なので、うん、あの昔の人に比べると20歳ぐらい若いらしいんですよ。だからまあね、僕らもめぐみちゃんもそうだけど、やっぱ若く見られるやん、11年齢より。まあ、なんかだいぶだんだん若く見られるようになってきたよ。うん、あ、やっぱり、うん、あ、もう最初さ、逆にね、年上に見られてたって言ったもんね。そう、昔はね、昔は逆にすごい上に見られてたけど、それがなんかだんだん追いついて、ね、ちょっと下に見られる、追い越すようになってきた。そう。これもっともっとね、あの下に見られるように多分なります。あの俺みたく、あの本当にね、そう、47って言うと初対面の人はね、びっくりする。だから肌が切れたもんね、井上さんね。いや、もうこれもね、多分自己暗示の、うん、あの結果だと思うんだけど、なんかね、あの商談とかするじゃない、うん、商談とかして、多分自分のこと、俺のことを年下だと思って、結構ガーって言ってくる人が年齢言った瞬間に敬語になるから。失礼いたしましたね。そうそう、あ、いきなり敬語になったこの人っていう感じのことが結構あるので、うん、まあやっぱね、これまあ単純に本当年齢の数字でもないし、やっぱ夢で言うと、そのいやね、まあ言いたいのは、やっぱりその周りの否定に負けないでほしいっていうところは僕あるかな。あの、なんかそれをなんか言われてでも、うんうん、まあ逆にあるよね、そのあなたの夢って、その周りの人にたとえ否定されたとしても、うん、やり、なんか叶えたい夢ですかみたいな。あ、そこだよね。あの夢って、僕もあの癒され、もう今年で9年ですね、丸9年、来年10周年になるわけなんです。ありがとうございます。あのね、やっぱ最終的に、まあ、この前ね、雷神36に出た沖縄大会の格闘家の渡嘉敷平さんとスペシャル対談の番組やらせていただいたんですよ、僕もね。で、彼正直超似てて、あの才能ないんですよ、僕ら格闘技の。でもやっぱ続けることによって、僕も国体出たし、で彼も、まあ、あの正直前回の大会も秒殺されちゃいましたけど、でも彼はずっと続ける、とけし、これからもっと強くなるっつってずっと続けてる。で、続けることによってしかね、やっぱ夢は叶わないと思うんですよね。いや、正直ね、あのまあ癒されの最終的な形態としては僕の夢なんですけど、あのやっぱりメタバースの世界で病んでる人たちがちゃんと自分たちでお金を稼げるように、そのメタバースの世界でそのワークショップを作るっていうのが癒されの夢で、その結局調子のいい時は彼らも働けるから、それをみんなで一つの仕事を調子のいい人たちだけで回すことによって、わずかながらかもしれないけど、みんなにお給金が回るようにして、
で家族とかから蔑まれたりしたらちゃんと自分のお金で飛び出ることができるような体力、経済的な、ね、体力をつけさせてあげたいなっていうのが癒されの夢なので、ちょっとメタバースの世界をね今いろいろ勉強してるんですけど、こういうのはね言ったり思ったりを続けることが一番大事だかなと、うん、まあ、あとはあれだよね、うん、なんかその調子の悪い日をダメな日にするんじゃなくて、うん、そういう日も普通の日常っていう、うんうんうん、そんな日もあるさみたいな、そう、あのそうだよね、なんかよくツイッターとかでも見ると今日はダメな日っていう、ダメって言っちゃう人いるけど、そうそう、うん、調子のいい悪いは人間絶対あるわけだから、うん、ダメな日じゃなくて、そうそうそう、そんな日みたいな、そうだから、そこはなんかなんならその休む日とか調整日みたいに捉えてもらって、うん、その時できること、うん、その時の自分ができることを、うん、なんかコツコツ毎日やっていくっていうやつだよね。そうだね、そうだね、本当、うん、ママの言う通りですよ本当にね、やっぱなんだろうね、その解放されてからずっとね好きなものを追って好きなことを叶え続けてるっていう話があったじゃないですか、うん、でもそれってやっぱりね、やっぱ自分が幸せで、しかもその調子のいい悪いも含めて全部自分だよってやっぱ受け止めてくれるっていう、やっぱりなんかさ、うん、その調子が悪い日をさ、うん、ダメな自分にしちゃうとさ、うん、もうさ、ずっとずっといい日なんてないじゃん。ないじゃん。なのよ。だってなんかさ、そんなこと言ったらさ、ずっと頑張り続けなきゃいけないじゃん。無理無理、人間無理。そんなさ、ストイックに自分に課題をね、なんか課せなくてもみたいな、うんうんうん、たまにはね、時には甘くよ。だってでしょ、甘く甘く。いやだからほらね、さっきちょっと飲み屋さんでも話してたけどな、めぐみちゃんが本当もう全国レベルのテニス部で中学校ガッてやったせいでブツッと糸が切れて高校放送部だったっ、ね、そう、そうなっちゃうんですよ、やりすぎてね。やりすぎるとこれね、ほんと遊びたい衝動に駆られたわけですよ、うんうん、もう頑張ったから。いやそれね、ちょっといろんなものを犠牲にして頑張ったの、うん、そう、頑張りすぎると人間って切れるやん。そう、これはね本当に思う。だから僕も実はちょっと、まあ、あの運動じゃないんだけど似たところがあって、今までその中学生徒会長やってきて、もう先生の期待に応えるとか、うん、友達の期待に応えるとか、だからいじめっ子からそのいじめられっ子守るとかをやって、もうなんならその右翼の会長にボコられましたよ僕は。あの生徒会のねにいきなり殴り込んできたから、あの守って僕が戦ったらですね、まあボコボコにされて2週間ぐらいもう目が腫れて見えなかったりとかねしたんですけど、もう疲れちゃって、それ中学でやってて、でも高校時代はだからね、もうほんと影のように行きましたね、もう空気のように、もうなるべく目立たないようにみたいな。だね、一気に頑張ると人間で疲れちゃうので、なんかさ、うん、それはそれで、まあ、大事な時もあるのかもしれないけど、うん、でもさ、この本当にさ長い人生をさ、人生長いよ、それを繰り返してたら体持たないじゃん。持たない持たない、本当持たない。だって俺今年で47だけど、多分人生まだ折り返し来てません。まだ半分いってない、まだ半分いってない、絶対半分いってない自信がある、ね、そうね、うん、きっとそうだよね。そうだって考えたら、あと、まあ、半世紀以上生きるわけじゃん。そうだよ。で考えた時に、まあ、ずっと頑張り続けたら死んじゃうよね。さ、一個の失敗でさ、うん、もうなんかさ、もう自分ダメみたいな感じになってさ、うん、こもっちゃったらさ、どうするよ、うん、どうするよみたいな。でしょ。そうだよ。うん、そうだからね、やっぱ自分で自分が楽をするのをちゃんと許してあげるって作業が、夢を追いかけるには絶対必要なんですよ。だね、うん、だってさ、なんか、うん、でもさ、失敗もさ、うんうん、なんか自分が失敗と思ってしまえば失敗かもしれないけど、うん、それこそなんかやめなければ続けていければ、それってプロセスの一個であって、うん、あ、これやったら、うん、あ、こうなるんだっていう一つのさ、うん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 、なんかデータが取れるわけじゃん。そうそうそう、だから別に失敗なわけじゃなくて、データの一つみたいなね。うん、本当その通り、ね、だから結構いろんなその成功された方々が言ってるのは、やっぱりその失敗っていうのはチャレンジしたものにだけ与えられるギフトなんだ。本当だよね。だから本当はすごい素敵なギフトなのに、うん、なんかね、その失敗っていけないものってなっちゃってるよ。失敗したら怒られるとか、失敗したらもう人生終わったみたいなね、うん、でもなるな、そうみたいなね。だから日本人、特に今の若い子って、だからこれはね、
若い子が悪いんじゃなくて大人が絶対悪いんだけど、守りすぎてて、うん、なんか挫折に超弱くなっちゃってるから、ね、いいじゃん、ね、失敗じゃないけどチャレンジウェルカムだよ。本当そうなんだ、だから失敗じゃないの、ね、だからこうしたらあうまくあこうなるんだなみたいな、そうそうそう、うまく回んなかったからじゃあもう次の方法試してみようなじゃあ次どうしようとかね、また次に行けるよね。そうなん、やらなきゃわからないことっていっぱいあるからね。あります。ただまあ夢の功罪としてはね、要は夢を追ってるっていうのがなんか立派なことで、夢を持たないとなんかダメなことみたいに言う大人多いかもしれないけど、あのそんなこともないので、だから要は自分が夢を追いたいと思ったら夢を持てばいいし、それでやりたいことがあったらやったらいいよ、うん、なんで日本人がその夢がねあの割合が低いかっていうと、夢を持たなくても生きていけるからです。ここは超セーフティーな国なので、なのでそこの部分はね、やっぱり持ちたいから持つもので、持たされるものではないので、うん、そこはもう自由がいいよね。自由がいい、うん、でもさ、やっぱさ、心震わせて生きていきたいじゃない。まあ僕らってそういう性質の人間だからね、うん、だから僕らみたいなタイプの人間はぜひ夢を持ってください。はい、ということでございまして、もうあっという間にお時間になっちゃいました。もう、ね、早いよ。もう次は年末なのかな、年末に、あの次はね、はい、ちょっとね50回目を狙っちゃおうかな。そう、40回目なのでね、50回目記念に忘年会でやってくるということを、まあ、言霊ということで言霊予告しときます。先に、ね、先に自分の潜在意識に入れとこう、はい、入れときます。ということで、次回50回目を期待しててください。それではまた、さよなら、バイバーイ、バイバーイ。いやー、あっという間過ぎたな、終わっちゃった。